皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はまた散財をしてしまいましたということで、ダーン、これは何でしょう。でこの前私は GH5 っていう YouTuber、 なんだろうな、もう御用達カメラっていうんですか、それを買ったんですけども、今使ってるカメラですね。でちょっと前までの動画はすごい不安定だったじゃないですか。だからピントが外れたりとか、あと顔が黄色く変色したりっていう、まあ、色味バランスとかももう初期設置のままでやったんでちょっとダメだったんですけども、ちゃんとうまくいってんじゃないですか。どうやどうや。でここで私がこのカメラを今運用するにあたってちょっと物足りないなって思うことがあります。それはボケ感ということで、オリンパスの単焦点レンズを買いました。今口これいくらぐらいだと思う？10万ね。ちょっといや違うのよ、これ8万円ぐらい。なんか迫力なくなったじゃん今の10万でレンズ沼っていうのがあるのよ。だからどんどんカメラのレンズをなんか上げていきたくなっちゃうみたいな、結構果てしないからさ金額が、もうこの辺止めとかないとやばいなと思うんですけども、これなんで、今回私が単焦点買ったかというと、ボケるのもそうなんですけども、カメラって F.7 とか何点なんちゃらみたいないう数字があるんですよね。で今私が使ってるカメラが F.2.8 っていうので、それが低いほどすごいいいカメラらしくて、でこれがね F.2.0 です。低いほどこの明るさが吸収されやすい。え、わかんない。早速開けていきましょう。怖っ、ちょ興奮するわ、興奮する。これで取扱説明書、トリーの、あれなんか意外と8万円の高級カメラ、あレンズなのに簡易包装ですね。じゃあ瀬戸さんの真似、プーン、ハマグリ向けちゃいましたみたいな、出てきました。これオリンパスっていう、そう、あそうそうそう、ほらちょっとボケてんじゃん。それがもっとこっちだとボケるみたいな。で肌をふんわり見せてくれるんですよ。だから女性 YouTuber の方は特にメイク系だとこういう単焦点レンズっていうのを使ってるらしいですよ。じゃあまず私は儀式します。レンズを買ったら必ず必要なこのレンズフィルター、要はスマートフォンの保護ガラス的なものです。あとレンズフード、レンズフードは私はあんまり重要性を分かっていないんですけども、これをつけることによってカメラを大きく見せて説得力を増させるみたいな。以前私は撮影許可取ったお店にロケ行ったんですよ。でその時私はスマホだけで撮影してた時期だったんで、あ今日じゃあお願いしますみたいな、で撮影始めるじゃないですか。そしたら店員さんがね、私の使ってるカメラ見てなんかあれみたいな、えこれでやるのっていう、ちょっとなんかああ所詮こんなもんかみたいないう風に見られたから、そういう風に思われないためにもこういうの必要らしいですよ。じゃあまずこのレンズフィルターをこのシュッシュって一緒につけていきます。これ一瞬の作業ですからね、怖いな、え怖い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 、撮りますよ、ここから喋りませんよ、行きますよ行きますよ、怖い怖い怖い、喋って喋って喋って、なんだから、うん、あ緊張した、ついたついた、つきました、これへい、いいね。なんかあの高いレンズだからか全部がね金属感しててすごいいい。でこれレンズフィルターです。でね、こっちも一応見せておきましょう。金属、これもレンズフィルターですね。すげーしてー、すごっ、でかっ、これでかいですよ、ほらこんなちょっと重厚感が出てましたね。運命の時、今からこの標準レンズからこちらに付け替えます。これは下げればいいんじゃない？あ、ボケた！すごい！
え、やば、やばくない、やばくない、え、やばい、やば、え、やばい、ボケてる、かっこいい、え、これやばくない、え、こんな鮮明に撮れんの、なんか写真みたい、あの一眼レフの写真みたい、あ、一眼かこれ、え、皆さんどうですかこれ、めっちゃテンション上がるんだけど、しかもね肌ですごい白く見えてる、なんか綺麗すぎて見とれちゃうよ私の顔に、本当に失礼なやつだな、お小遣い抜き、元からくれない、なんでこれアップにしたら、あ、化粧下手なのバレるな、今回このカメラに関して、メリットとデメリットをお話ししますと、まず先にデメリットから、ズームができないんですよ、遠くのものを写したいって時はこういう感じにできないんですよね、あっちにズームしてこう寄っていきたいってなると、もう自ら自分でグッとカメラをね持ってあっちまで人力で行かなきゃいけないっていう点、あとは画角が狭い、そう今私は、カメラに結構近づいて撮ってるんですよ、もうほんとこんぐらいの距離感です、2、30センチぐらいの距離しか今、だからもう結構近いんですよ、離れるってなるとこんぐらいですかね、映る範囲もちょっと狭い、まあそこが残念ポイント、前この2つぐらい、もうメリットはもうボケるってとこでしょ、あとは少し映像に高級感が増すっていう点、あと肌が綺麗に見える、もう明るいレンズなんですよね、だいぶ肌が綺麗に見えると思います、これはいいとこですね、あとはそう全然ちょっとこれとは関係ないんですけども、青木カノン的に良かったなって思うのが、映像に高級感がちょっと出ることによって、その字幕をなんかあんま入れなくても映像として成り立つように見えるんじゃないかって思ってるんですよ、画質悪くて全部にピント合ってて、ちょっとノイズがあるような映像だと字幕を入れて成り立ってる感を出すみたいな、やってる感を出すっていうんですか、でもこれやってる感出さなくてもまあいいかなって思うんですよね、どうでしょう、いいねいいね、グッタグッタ、まあ、こんな感じで今回はオリンパスのレンズがなんだっけ、忘れした、あれ自分で調べてください、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします、 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木カノンの秘密箱も画面の下にリンクありますので、ぜひチャンネル登録してね、また次の動画でお会いしましょう。いいんじゃないこれ、大切に していきます、じゃあかっこよくこの私の iPhone を撮ってもらおうかな、ちょっと私がピン、うわなんか画面が汚れてるのバレバレや、もうマニュアルでやってみよう、ちょっとマニュアルやります、マニュアル OK、 これ今マニュアルです、私にピントを合わせので、じゃあこれスマホにピント合わせますよ、ほい、この距離です、こんな風にボケます、周りが、後ろの背景の赤い棚とか見ていただけたら分かるんですけど、すごいボケてますよね、これいいね、やばいわ、うん、リフレクションの壁紙ということで、これで最後私のピントを合わせて終わりにしましょう、でピント合った、 OK ということで、バイバーイ。私は僕、いつになっても居場所探しで
埋もれてゆく夜空の下。